ゴルパいないさー。はい、というわけでございまして、ハリオスです。手を挙げていただきました。ということで、今回ですね、岡田結香選手と戦っておりまして、今私が3オーバーで、結香ちゃんが1オーバー。やばいですね。この第一場で俺は3オーバーはちょっときついですね。ミスター第一場を名乗ってるだけに、ここから巻き返していきたいと思います。はい。はい、で、4、5、6、見ていただきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。ナイスー。ありがとうございます。そう。でも安定感が抜群ですね。ありがとうございます。はい。おー、危ねー。はい、飛んだ。はい、飛んでますね、今日。飛びますよね、ライオンさん。ねえ、飛ぶようになってきましたね。ちょっと私トレーニング何もしてないですけど。そうなんですか。はい、ただブルブル太ってるだけですね。太りました。はい、太りました。なんかちょっと思ったんですよ、はい、あとライオンさん太ったっていうのと、はい、あとなんかムチムチになってきた。そのなんか、なんやろ、やっぱり振りすぎてんのかな。振りすぎてんの。筋肉がちょっとついてきたんかもしれない。あ、じゃあゴルフでってことですか。そうそうそう、ゴルフ。いや、ごめんなさい、言い過ぎました。甘いパン食べてます。好きなんですね。はい、ごめんなさい。ゴルフでデカなったとか言いたかったんですけど、多分正直に、夜食です。はい、夜中のおやつで、はい、甘いもん食べてまうし、甘いジュースも飲んでまうし、はい、それです。甘いものが好きなんですか。そうなんです、甘いものが好きなんです。へぇー、はい、じゃあお酒とかじゃなくて。そうなんです、お酒全然飲めないです、私。あ、そうなんですか。ゆいかちゃんは飲むんですか。私お酒結構好きです。多少。さすがですね、多少とかじゃない、結構好き。結構好きかも。いやー、いいことです。いいことですよ。ちょっと手前。ちょい手前。ちょい手前ですか。はい、99ヤード、53度でいきます。でかいかだ。まあ乗ったと思います。よいしょ。もうだから東京来て長いですね。1年ちょいですよ。そうですね、1年半ぐらいになります。どうですか、東京の生活慣れましたか。でも楽しいですね。めっちゃ楽しい。あ、そうですか。はい。もともとはなんか広島にいたってこと。そうですね、ずっと初めての一人暮らしで。ああ、へえ、じゃあ楽しいですね。めっちゃ楽しいですね。へえ。なんか何でも揃ってるなって。あ、まあまあね、さすが東京って感じ。でテレビで見てた場所が左に急カーブです。運転にご注意ください。うるさいから。テレビで見てた場所。あ、そうか、テレビ見てた場所に行けるもんね。そう、なんか普通にやってるところに軽く行けるじゃないですか。はい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 、そう、渋谷とかそういうなんていうんですかな、若者が行くようなところに簡単に行けるってことよね。そうですね、はいはいはい。なんかお店とかもやっぱり広島にはないお店とかがあるんで、うん、まあまあね、確かに確かに。そういうの、それはそうかもな。うん、くー、あ、うまい。ありがとうございます。いい、いい。曲がれ。うん。惜しい。ありがとうございます。お先です。はい。どうぞ。はい、ですか。ありがとうございます。はい。よし。ようやく。はい。パーです。よかった。入った。
ドキドキした。よっしゃ、カエル大丈夫か、これ死ぬぞ。カエル。ちょっと助けよう。助けてあげよう。あ、いいんじゃないですか。すごい。はい、よし。優しい。こうやって徳を積んでます。優しいけど、でもカエル触れないです、私。すごい。吉村隆はあのミミズをすごい助けてあげます。あ、助けてあげるんだ、はい、助けてあげます。優しい、え、そう、はい、持って持って。だけどあの池とかに入れるんで多分魚に食われちゃうと思うんですよね。干からびないように。そう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 、干からびないように。、はい、ということで今パーパーですね。はい、はい、やっぱもう熱中症対策対策対策やばい、もう喋れてない。熱中症対策は何ですか、この氷の氷のと、うん、あと扇風機。これ、あ、扇風機もええんや。持ってます、これ持ってる。まあ大事か。あと何だろう、詰まってる。あ、そうなんや。なんかいろいろ、へえ。あ、あとは塩飴とか塩キャンディーとかとか。そうですね、うんうんうん、なんかあの冷える冷感の、なるほどね、やつとか、ね、そっか。大丈夫かな、高速道路これできた。カート道使いました。いい、ね、はい、うん、でも多分大丈夫。あ、まっすぐ行った。おお、はい、結構ラン出たの。ラン出てます。しかも多分、はい、ライオンさんもカート道、カート道跳ねた。はい、はい、でもまあ飛距離か、飛距離、飛距離はね、はい、欲しいですけどね。でこの間ドラコンのプロの方にレッスンを受けに行ったんですよ。ドラコンの人に。はい、あ、なるほど。シニアのなんかチャンピオンになってる方にレッスン受けに行って、そしたらもうまず、まあ、筋トレだねみたいな。そうか、まあ、だよ、ですよねみたいな感じで、はい、筋トレだけでやっぱ20ヤードぐらい伸びるらしくて。筋トレで20ぐらい伸びるよって言われました、私のこの感じだったら。それはそうか。あと、まあ、スイングも教えてもらったんですけど、はい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 、で私が今200、多分250、260いくよみたいな言われて、ってなりました。それはいいね。あ、じゃあ全然やった方がいいね。そうなんですよ。ピンまで167ヤードです。すごいやん。やるしかないですね。ね、ムキムキなって、ムキムキ来年ボディービルダーいや、ほんまよ、あの藤沢さつきさんみたいに。すごいですよね。すごいよ、びっくりしました。カーリングの選手があんなムキムキなんねんから。本当にほんまにゴルファーもなろう。うん、ナイス。ちょっと左かな。左、止まってよ、止まってよ。うん、大丈夫。おー、怖っ。5。うまっ。止まったかな。いや、ナイスオンです。はい、ありがとうございます。よし、OK。 いや、めちゃくちゃ近くないですか、あれ。結構近いですね。ですよね。上昇しいいぞ。ナイスです。 OK。 ワンピン以内、ピンチ。はい、いや、でもまあ、アプローチ、アプローチ、はい、はい、はい、これって、あ、ここでいいのか。ここでいいですね。大丈夫です。めっちゃ混んでる。えぐれてる。えぐいやん、これ。すごい、すごいやん、爆発してるやん。疲れで、大地場。危ないです、これは。すぐ直します。直しましょう。これは良くない。こうしときゃね、一日で治るって言いますからね。
はい。バリパッツ。来い。やばい。ゴールパイ、ナイスー。バーディー。よっしゃ。ナイスバーディーです。でかい。ボギーです。はい、ありがとうございます。はい、うまい。残念。はい、ということでバーディーボギーですから2打縮まる。え、同点じゃん。チャラになりました。チャラ、チャラチャラって言いません。そうだね、だから2オーバー2オーバーね。はい、オッケー。はい、380ヤードかな、はい、のパー4です。6番。はい、私、同点今、はい、よし、2オーバー2オーバー。大丈夫か。うん、ちょっと出ないにくいから。あ、なんかめっちゃ上がった。あ、でも左だ。あ、まだいけるかも。ちょっと上まで行った。上がりましたよね、今。やば、ランがラン出たね。すごい出てますね。あ、ありがとうございます。ちょっと左、まあ、大丈夫かな。大丈夫と思います。ありがとうございます。はい、いい。そのだからプロテストを受ける子たちももうどんどん増えてるし、はい、若い子たちもいっぱいやから。そうなんですよ。相当大変なんですね。大変ですね。ねえ、いやー、本当プロテストは大変っていうような。大変ですね。えでもなんか多分受けてみないとわからないかも。はい、ああ、そっか。なんかこう言うけど多分、はい、とか言ってみたいな思われるかな。ああ、なるほど。え、そんな思ってるかな。わかんない。とか言ってとか。いや、もう単純にめちゃくちゃ熾烈やなと思うけどな。いや、めっちゃ大変です、ね、ですよね。はい、この辺ちゃうかったかな。この辺でしたよね。あ、ありました。あ、ピンが。噛んだな、めちゃくちゃ噛んじゃった。多分大丈夫と思います。ありがとうございます。はい、よいしょ。まれ。はい、はい、ありがとうございます。あ、やばい。あ、戻った。バンカー超えてんじゃないかな。超えてます。はい、どこやろ。に止まってんちゃうかな。あ、あった。あ、よかった。意外と打ちやすいとこ。あ、よかった、よかった。はい、結構危なかったです。危なかったです ね。ここ左こんな狭いとは。うん、はい、うん、入れ。わお、ナイスバーディー。やったー。
ゴルパイナイサーやったー、ナイスバーディー、ありがとうございます。うまうまいな、簡単に決めてくる、すごい、いい感じ、どうぞ、はい、はい、ありがとうございます。いや、そんな簡単なラフちゃうかったよ。ナイスです。私4打目ですね。これ入れとかな、これ入れとかなって53です。入れ、ナイスです。さすがに、いやあ、ボギー、くー、ナイスバーディー、ありがとうございます。いやまた2打差ですね。2打差、はい、はい、いや、ナイスバーディー、ありがとうございます。じゃあここで締めですね。はい、はい、というわけでバーディーでボギーでしたから、やり返されました、はい、また2打差です、今だから1オーバー、私は1オーバーです。で、私が3オーバーね、はい、そうですね、はい、あと3ホールなんとかまた追いつきたいと思います、はい、じゃあ皆さんご覧ください。あ、ご覧ください、ありがとうございました。やばい、ありがとうございます。もう熱中症になってきてる、やばい、大丈夫ですか大丈夫、心配ないさ心配になってきたな。ありがとうございました。